はい、そういうわけで皆さんお待たせ、あれちょっと待ってください。はい、音声は入ってるはずでございます。はい、というわけで、皆さん大変お待たせいたしました。月に一度のお楽しみ、先月はですね、珍しくスタジオの抽選に漏れてしまいまして、お休みだった。なんか今日あったかくないですか。あったかいです ねなんかね、ちょっともう外してしまわれる、ミリタリーっぽくと思ったんですけど、とても暑いので外してしまいます。というわけで、作家編集者のバーバラアスカでございます。今日の、というわけでトップバッターはですね、ミリタリーアイドルのですね、いつやさんにお越しいただいてます。はい、いつやと申します。初めましての方もこんにちはの方も、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、というわけでちょっと冷房入れましょうか。ちょっとね、ちょっと実はね、ここの皆様にお見せちょっとできないんですけども、かなりね、いつもほらこっちしか映してないけど、うん、いつ こっち反対側、皆様がなんていうの皆様の背後と言いますか、こっち側はですね、すっごい照明が強くてですね、暑い。ちょっと冷房をつけてきますね。アスカさんが走ってます。はい、あ、やっぱりみんな冷房つけてるっぽいですね。25度寒いんじゃないかな。ステージとかスタジオっていうのは結構暑いんですよね。私もピアノとかでよくステージ立ったことがあるんですが、もうすごい一心に光をカッて浴びるんで、もう汗だくになっちゃうんですよね。はい、というわけで、はい、無事冷房がこれから効いてくると思います。というわけで、今日もですね、何時までかな、10時半まで、多分5時間半ぐらいこうたっぷりお楽しみいただこうかと思います。じゃあ、まあ軽く雑談などしてから本題に入りたいあれなんですけれども、はい、どうですか、最近面白いこととか。そうですね、最近アスカさんと一緒にご一緒させていただいたですね、女子プラモブが、はいはい、結構いろんなお客様からやっぱりメッセージいただきまして、はい、皆さんやっぱミリタリー好きな方もプラモとかお好きだったりするのかなと思いました。はいはいはい、声ちっちゃいですね、はい、大丈夫ですか。はい、どうぞ。全然で、うちの、オフィスの机の上にはチヌークとアパッチが、ね、元気に待機してるんですけどね。はい、あれなかなか評判うちの方も良くてですね。あ、そうなんですか。ぜひね、来月も毎月1回ぐらいね、そうですね、やりましょうよ。こっちはこんなダラダラやってて皆さん大丈夫なんだろうか、見てて楽しいんだろうかと。しかもですね、私あれ後から自分で見たんですが、はいはい、自分の手元にアモカンがあって何も見えてないっていう。そか、あ、反対側に置けばよかった、ね、私の手元何も見えてないじゃんみたいな。なんかね、こう、私も見たんですけど、はい、画面の左側はなんか本格的にこうやってて、右側の2人は割と早く終わって、あとダラーンとしてる的なね。ぜひ皆さんもこの放送がね、10時半に終わった後、なんて、女子プラモブの録画の方がありますね。ただちょっとね、あれダラダラすぎてちょっと見るのはあれなんですけれども、なかなかね好評でしたんで、ぜひぜひね、今後もやりたいなと。ぜひね、スポンサーになりたいというタムタムさんでしたっけ。そうですね、はい、一応いつやさんのオフィシャルスポンサーって感じでよろしいんですかね。私の、そうですね、はい、装備品とかの支援していただいたり、はい、あとはそのホビーショップタムタムさんが主催されている。すみません、生暖かい風が出てきたんで、ちょっと冷房に変えます。ごめんなさい。そうですね、あとは、まあ、タムタムさんが主催されているその、はい、プラモデルの大会の司会を務めさせていただいたりと、まあ、支援をしていただいてますね。まあ、なのでぜひね、女子プラモブ、それと被らないようなね、そうですね、方からのご支援をお待ちしております。セメダインメーカーさんとか、ね、タミヤさんとかね、お世話になってます、タミヤさん、もう長谷川さんとか、そういうところのね、ご支援をお待ちしております。どうぞどうぞ。ちょっと花粉症がね、花粉症です。もう力いっぱいビーとか感じちゃっていいですよ。ちょっとミュートします。ミュート、はい、大丈夫です。そっち電源切りましたんで。
ございます、はい、まあそういうわけで、あの花粉症もね、なかなか、はい、あの本格派、本格的になってきて、こうみんなね、マスクをしてこう歩いてたりね、サバゲーマー泣かせなんですよね。あ、そうなんですか。あのやっぱりサバイバルゲームフィールドってあの、うん、森が多いので、あ森は杉がある。あじゃ あ, あのこの際あの第一次世界大戦戦の時にして、はい、こうガスマスクをつけて、ガスマスクで走り回るみたいな。そうそうそう。いやだからあの去年ね、みんな、まあ、いつものようにあのやるじゃないですか、マスクを、でそれがですね、あのあれなんかこれ緩いな、あのちょっとマイクがフラフラ動くのが気になるんで、なんじゃなんだこの、このネジが止まってないのかな。あ、止まった止まった、はいはいはい。あのいや去年もね花粉すごいじゃないですか、でこう花粉症のマスクをこうすると、でマスクがねこんなに好きなのって世界中で日本人だけらしいんですよね。らしいですね。なんかこれつけてると、え何それみたいな国もあったり、でねみんなわーっとつけてるのを、外国 の, あの去年ねあの、新聞がこう写真撮って、みんな福島からの放射能を避けるために日本はこんなだみたいな、いやそれ違うし的な。違う、花粉は毎年のことですからね。もうマスクぐらいでどうこうなるもんでもないと思うんですけど、というね、まあそういうわけで花粉の季節となりましたけれどもね、皆さんこの時期お布団を外に干さなかったりね。干せないですね、いや私今度引っ越すんですけどね、はい、あの今住んでるところから、ええ歩いて15分ぐらいのところに引っ越すんですけど、あ15分のもうご近所さんに、もうすぐご近所に引っ越すんですけど、あ、はい、あのいや引っ越し先のルールみたいなんじゃないですか、あのなんかまあ言われたローカルルールみたいな感じですか。ルルで、はい、布団を叩くなってルールがあって、で干して叩くとホコリが出るし音がうるさいので、はい、あのホコリは掃除機で吸ってくれって言うんですね。はあ。だけどほら干したら叩きたいじゃないですか、バーン。そうですね、こうふっくらさしたいですし、そう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 、だからねっていう、ちょっとねあの、そんなあのなんでしょうそんなところがそんなね住まいがあるんだという、ただですね、そういうね、驚きを感じておりますですよ。聞いたことがあるのは、はいはい、実は布団叩くと、はい、あの中にどんどんそのダニだのなんだのが逃げてしまって、はいはいはい、結果的に良くないって言うんで、その表面を掃除機で吸う程度がやっぱりいいって聞いたことはありますね。じゃあもうそこのローカルルールは一応理にはかなってる、いいのかもしれないですね。あとは気分的な問題ですね、まあ、癖だから。そうですね、布団叩いてから入れろっていうのはこう親のしつけ的にあるじゃないですか、こう締めですよ ね, ね、あのお鍋の後の雑炊のようなそうそうとか、いっぱい干したなと、あとはもうパンパンして、パンパンパンしてふっくらしたのをもう今夜楽しむみたいな、ね、そう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 、もう布団を干して積んどくとこうキャーとか言ってバフってやりたいですよ ね, ねえ、というわけで、皆様いかがお過ごしでしょうか、というくだらないねお話をしている間に、時間がどんどん過ぎておりますので、というわけで、今日はですね、女子サバゲ部ということで、はい、あの私あのサバミリタリー関係のイベントはですね、あの、はい、どっちかというと売る方、あの軍装を売るイベントとかは出てですね、本を売ったりしてるんですけど、やる方については実は全く無知であったりしますので、今日はですねあのサバゲーの達人であると思われる、あの逸也さんにですね、あのいろいろお伺いしたいと思います、はい、ちょっと書き込みますね、上司、はい、上司、上司サバゲー女子サバゲ部、はい、というわけで、女子サバゲ部ということでですね、はい、どうでしょう、 女子に限定 しなくてもいいですかね、サバゲ入門ということで。そうですね、これからサバゲ始められる方がもしいらっしゃれば、はい、みたいな、はい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 、でも感じで、あのいや私思うんですけどね、よくネットでネトウヨみたいな、ネトウヨ、ネットの右翼みたいな、ネトウヨみたいな言い方されるじゃないですか、はい、で私はね、いやネトウヨとか言われてる人は、はい、あの外国に
侵略どころか自分の家からも出るか怪しいような人だから絶対無害安全とか思ってるんですけども、はい、まあちょっとね口だけじゃなくて体もこうちょっと動かしてみようというふうに思うわけでして、じゃあサバゲ入門ということでぜひいろいろお話を、はい、伺いたいんですけども、はい、どうでしょう、まず俺がサバゲについて言いたいこと的なのありますか。俺が私が、はい、聞いてった方がいいんですかね。そうですね、まずサバイバルゲームとは何ぞやっていうところからですかね。サバイバルゲームとはですね、はい、その無人島でその自分たちで火を起こしたり、はい、その魚を取ってきたり、はい、その寝床を作ったりですね、はい、というサバイバルな生活のことではなく、はい、今日ちょうど持ってきたんですけれども、はい、じゃじゃん、はい、見えますでしょうか、こんな感じ。ですね、一応言っときますけど、これ銃刀法上 OK な銃ですよね。そうですね、模型、私今すぐ捕まってしまいますよね、これ実物だったらこれはいわゆる一般的に言われるエアガンというものなんですが、はい、私はエアソフトガンとかトイガンとかそういう呼び方をしておりまして、はい、呼び方はいろいろあっても銃刀法に引っかからず、ええ、空気で弾が出て、ええ、当たっても死なないって感じでよろしいですかね。そうですね、死なないし怪我もしないと思います。なかなかちょっと見るとちょっとかっこいい感じですね。かっこいい。どうぞどうぞ。ちょっと重たい、結構重いですね。重いしちょっと金属感たっぷりな感じが、かなりちょっと見てお分かりになるかちょっと分からないですけどもかなり重いですね。そうですね、なんか私まだ銃しか装備持ってないのにすでにこれ持って走れるのかな的な気分になっておりますけれども、かなり金属部分が多い。そうですね、感じで、軽い銃から重い銃から長いの短いのとか、はい、あとこういう何ですかね、ちっちゃいハンドガン、はい、こういうものまで、はい、いろんなのがあったりするんですが、要はサバイバルゲームっていうのは、うん、こういうその BB 弾が出るもので、うん、その打ち合いをするゲームです。 BB 弾っていうと私のこう世代だとプラスチックだったんですけど、今なんか土に戻るタイプがあるんですってね。そうですね、お外で打つときは基本的にその土に戻るプラスチックを使ったBB 弾が、マナーとして決められているわけですね。なんかそのバクテリアかなんかが、はいはい、そのもぐもぐしてくれて、なんか紙とかそういう有機なんて言うんでしょうかね、土に戻る、自生物がもぐもぐするとこうね、糞になるみたいなそういうなんて言うんでしょう、環境に優しい、ね、そうですね、水と太陽の力でこう分解してくれるような、それがバイオ弾、はいはい、っていうのと、あとセミバイオ弾っていうのもあって、これがちょっとややこしいんですが、はい、セミバイオ弾っていうのはですね、はい、天然石、普通のその辺に自然に転がってる石を研磨して丸くした BB 弾にしたもので、はい、もともと自然にあるもんだしっていうと、そうなんですが、うんうん、一応バイオ弾にしとこうぜっていうのが、この業界のなんですかね、マナーっていう、はいはい、だいたい風化に15年から20年ぐらいかかるそうですね、石の方だと長い年月がかかるんで、はいはい、バイオ弾の方だと割とこうすぐ、そうですね、なんかメーカーによるみたいですけど、早いものでもう 1、2年で風化始まったりとか、はい、なんか数年で土に戻るような感じにはなると聞いたことがあります。なんですが、はい、ちょっといつかやってみようって思う気の長い実験なんですが、鉢植えに土敷いてバイオ BB 弾こうニュッと入れといて、お水を与えて、で何年くらいでバラバラになるかなみたいなのは、ずっとそれなんかユーストリームとかで中継してて20年経ったら終わりますみたいなね1年後2年後みたいな、そういうのはやってみたいですけど、ちょっと気長いですかね。写真ぐらいね撮っとくと面白いかもしれません、ね、じゃあ今日ちょっと帰ったら準備しようかなこう、ね、発注、ね、そうですね、で、基本的にそういう、小さいのとか大きい銃で撃ち合うっていうのが基本、そうですね、基本はそうです、はい、で場所
はですね、どういうところでやるもんなんでしょうか、ね、場所はですね、はい、またさまざまいろんなところがあるんですが、うん、大体はサバイバルゲームの専用フィールドっていうのがありまして、うん、ゴルフ場とかそういう感じですか、そういう感じですね、テニス、ね、コートとか、ね、ゴルフ場、テニスコート、サバゲ場みたいな、サバゲ場っていうのは、それは結構全国にあったりするもんなんですかね。そうですね、関東だと千葉県とかそのあたりにちょっと中、はい、集中してるんですが、はい、まあ、一応各地方にはあるみたいで、うん、あとは地方の方行くとその土地があるもんで、その私有地をこうロープかなんかで区切って、うん、今サバイバルゲームをしてますよって、うん、まあ、その土地の管理の人にその許可をもらって、でそうやらせてもらうとか、あと自分の家の山でやるとかっていうのは聞いたことはありますが、まあ東京とかそうそうそんな山がないので、専用のフィールドにお金払って行くっていうのが、まあ、東京では専用のフィールドはちょっとあまりない感じでよろしいんですかね。東京都には、まあ、かなり地方ですね、八王子の方とかにちょこちょこあるかなっていう感じですね、はいはいはい、なるほど、なるほど、で、まず どうなんでしょう、初心者がサバゲを始めるには、はい、こうなんか会みたいの入った方がいいですかね、やっぱり、ね、ですね、サバイバルゲームのチームっていうのは結構いろんなところにあるんですが、はい、そこに連絡をしてみて、うん、こういうサバゲを始めてみたいんだっていう、うんうんうん、連絡をしてみるもよし、うん、あとはそのフィールドが主催しているゲーム会っていうのが毎週日曜日とか土曜日あるんですが、そこに申し込んで、まあ、行くっていう二通りあると思うんですよね、うんうん、あとは、まあ、そのミリタリーショップが主催している定例会に申し込んでいくとか、いろんなやり方があると思うんですよね。ミリタリーの人って私前から思ってるんですけど、いい意味で教え好きがものすごい多いからもう、こう怖がらずにね、行けばきっと教えてくれそうな気がする。親切な方多いですよね。しかもね、こう、まあ、ぶっちゃけて言うとミリタリーってね、貧乏人の趣味じゃないんで、うん、割とこうなんて言うんでしょう、こうお金に余裕もある方々がこう、うんうんうん、優しく教えてくれるみたいな、うん、ミリタリーのイベントに出て嫌な思いしたことってほとんどないんですよね。皆さん大人で紳士でいらっしゃるので、そうですね、なんていうの、無理無理教えられて嫌な気になるとかいうことは全然ないので、なのでちょっとオタクの趣味の中でもちょっとこう特殊なね、こう、うんうん、方だと思いますけれども、やっぱりその、はい、サバイバルゲームって判定がその自己申告なんですよね、はい、ゲームがどうやるかって、その BB 弾、はい、を打ち合うんですが、はい、例えば飛鳥さんがこう私を打ちました、ね、私ビシって当たりました、ギャーって言ったら、うん、自分で当たったことをヒットって言って、で自分が退場するので、うん、その自己申告っていうのがやっぱ大事なんですよね。たとえ他に誰も見ていなかったとしても自分でちゃんと言うって、うん、打った人が当たったのかなって分かんなくてもちゃんと当たったら言うっていう、その自己申告制だから、うん、そのある程度ルールマナーを守らなきゃいけないっていうのと、うんうん、あとぶっちゃけっていうと、うん、あんまりイメージがよろしくないっていうところがあるじゃないですか。そうなんですね。うんうん。その、まあ、昔あった事件でその通行人をエアガンで撃ったとか、うん、その車を撃ったとか、うん、ああいうのには、ね、サバゲーマーのもう端くれでももう恥だって、恥やって思うんですけど、うん、そういうのを恥じて自分たちはルールとマナーをしっかり守ってやってるんですよっていう人が多いから、うん、やっぱりそうなんですかね、皆さん優しい方とかちゃんとルール守られる方が多いんじゃないかなと、ね、岩の下にいるこう弱い虫みたいなもので、こうなんていうかルールを守って団結しないとダメっぽい雰囲気がミリタリー趣味全般にありますよね。うん、だから団結って大事ですよね。ねえ、なんて言うんでしょう、ね、そもそもね、こう普通に銃刀法に触れるジャンルじゃないですか。割とこうサバイバルナイフとか、買ったり売ったりするのってすごい楽しいらしいですけども、だからこそみんなこうお行儀よくみたいな。そうですね。ね、でもなんていうの。
ね、そういうでも人数が増えれば、一時期どうなんでしょう、あのサバイバルゲーマーの数って今増えてるんですかね。どうなんでしょうね。私もちょっと詳しく存じないんですが、最近やっぱりあの、はい、女性の姿がちらほらと見え始めて、はい、そうですね、それもおそらくなんですけれども、はい、あの数年前に銃刀法が改正されまして、うんうんうん、そのエアガンの威力の規制というのが詳しく定められたというか、はい、今 の, その 0.98 ジュールっていう、うん、まあ、そのジュール威力って決められてるんですけれども、はいはいはい、まあ、ジュールって物理のね、そうですね、はい、こんぐらいの強さ的に、っていうのが決められたおかげで、それまではその死なない程度的な昔はかなりすごかったらしいんですけどね、うんうん、私はちょっと知らないんですけれども、うん、まあ、怪我をしない程度の威力に規制されたので、うん、まあ、女性でもその顔に傷とか作らない程度で、うん、その参加できるかなってなったことで、うん、結果的に良かったんじゃないかなと私思ってて、はい、で、まあ、だんだん女性の数も見るようになってきまして、うん、あの女子にサバゲー普及させたい会代表いつやとしてはですね、はい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 、勝手にそんな会作っちゃったんですけど、はいはいまあ、すごくあの嬉しいんですけどね、うん、いや、サバゲーはね、こうなんて言うんですか、世界中の人がね一度はやるべきだ、私もやったことないですけど、やるべきだと思うんですよね。だけどなんていうのかな、サバゲーとかやってると、あいつは戦争が好きだとか好戦的だとか、よろしくないイメージが あるけれども、そうです、ね、実際ねサバゲーやった人に聞いたら、俺装備をね、本当の装備は60キロぐらい陸軍ってあるんですよ。まあ結構ありますよね。いや、なんていうんですかね、旧日本陸軍は食べ物とかしょってくじゃないですか、だから60キロとかあるわけですよ、まあ、大人一人分ですよね、背中にこうやって。 で、でもたった20キロの装備を担いで、うん、ほふく前進するだけで、臭い汚い辛い戦争は嫌だって本当に思うからあれはやっといた方がいい。戦争は嫌だって思うためのってことですかねなんていうのかな、ね、遊びだからいいのであって、うん、これずっとやってたらこう大変ってやっぱり多少思いますよ ね、うん、あとはですね、サバゲやると分かるんですけれども、うん、戦争と全然違うんですよね。やっぱ あれはもうスポーツ以外の何者でもないと思ってしまいますね、うんうん、やっぱりそれは私も初陣はすごいビビってですね、うん、わなんか痛いのかな、ああどうしようみたいな感じで草むらでずっとこうやってたらなんかバシバシって撃たれて、うんうん、あ終わったみたいなそれが私の初陣だったんですけれども、はいはいはい、でも、うん、戦争ってはいそういうもんですよね、まあ、ぶっちゃけて、まあ、その怖いものですよね。怖いし、何も活躍せぬままっていう、ね、で、で どうでした、でスポーツスポーツ以外の何者でもないって話でした。そうですね、まあ、怖かったのは最初だけで、はい、まあ、その後はあこういう楽しみ方なのかってもう2回目からは分かったんで、うんうん、もうそれからは仲間とこうやって挟み撃ちにしてとか、あとここに潜んでるからここにおびき出してとか、はい、雪合戦的な楽しみだと思ったんですね。コスプレしつつ雪合戦する的な。なるほど。だからあっち背中を取って背中からこうやつをこう当てるから、うん、そっちで牽制しといてくれみたいな、そういうやり取りを無線とかも使っちゃったりして、はいはいはい、そうするともうなりきりってますね。そうですね、もう今日もなりきってきたわけですが、はい、まあ、こういうコスプレ的な楽しみもありますし、ちょっと立ってもらえます、じゃあせっかくなので、はい、よいしょ。今日はですね、はいはい、米軍の今正式採用されているですね、はい、このピクセル柄のモザイク柄のですね、はい、灰色の、戦闘服を私たちがどうぞお座りください、はいはい、ありがとうございます。何でしたっけ、私たちが普通に知ってる迷彩とかっていうとなんかちょっと線風、あららら、ごめんなさい、すいません、ネットの線風じゃん。私たちが知ってる迷彩っていうと、ええ、こういうアメーバ型 の緑と黒のあれなんですけど、ええ、今はこっちの方が普通、えええっとですね、これアメリカが特殊な感じで、その、はい、アメーバ型の緑色の迷彩よくあるじゃないですか、ユニクロとかでも売ってるじゃないですか、 あ、はいはい、ああいうやつは
実際に森の中で伏せたりすると見えなくなる、あの止まってる時に見えなくなる迷彩らしくって、あ、はいはい、でまあ、日本もその専守防衛なんで、日本の自衛隊もその、まあ、構える、要は守りに徹する、攻めに行かないからそういう迷彩になってるって聞いたことあるんですけれども、このなんかモザイクのね、パッとしないようなモザイク柄はですね、はい、意識しづらい迷彩らしいんですよ。そこに歩いていてもなんとなくその照準が合わせづらいというかですね、はいはいはい、意識に捉えにくい色と柄らしいんですね、はいはい、なんですが、うん、これ野戦、野戦って夜の戦闘、はいはい、夜のゲームで使ったんですが、すんごい白く浮くんですよ、ぼやーってあそこにいるわみたいな、で、森にいても白くてすぐ分かるんですよ、だ目立つじゃんって思うんですが、その意識的にその急所に狙いづらいというか、そのなんとなくぼんやりしちゃってどこが中心なんだろうみたいな効果は効果があるらしいんですよね。あるらしい。らしい。でも実際これが森の中いたら目立つじゃんって私はすごい腑に落ちないですよね。そうですね。これはモザイクはアメリカが実際になんて言うんでしょう。採用してる柄なんですよね。そうですね。今ニュース映像とかで米軍とか見るとみんなこれ着てると思うんですが、うん、最近その中東に駐屯してる米軍の方たちから、はいはい、そのやっぱ目立つよっていう声が上がりましてですね、はいはい、最近はそのちょっと黄色っぽい迷彩柄、もうちょっとこっちに、こっちですかね、はい、よいしょ、はいはい、もうちょっと黄色っぽい、黄色っぽい緑っぽいやっぱアメーバ型の迷彩柄に戻ったというか、そういうのも正式採用され始めたっていう感じですね。多分ね、流行り廃りがあるんですよね。流行り廃りもあるし、多分試験的にやってみたっていうのもあるんじゃないかなと思うんですね。試験か分かんないですけどね。いや、またほらそれこそサバゲはね、こうぶっちゃけお遊びですけど、あちらは 本職ですからね。そうですよね、まあ、命がかかってますから ね、 ねえ、あ どうなんでしょう。そうですね、砂利の上とかすごいよく消えるんですけどね、砂利の上にこうバサって寝そべったら、うん、あれみたいななるんですけれども、それはちょっとやってみるといろいろ分かるんでしょうね。そうですね、なんかこうアメーバ柄のやつだといかにもこうジャングルの中で着る雰囲気だけど、これは実際どうなのかなっていうのは試してみないとっていう、まあ、あとは昨今 その情勢っていうのもあると思いますね、はいはい、森林戦というよりはその市街地の対テロとかそういう方がメインになってきてると思うんで、まあ、そういう時代が現れてるのかなっていうのは思いますね。なるほどなるほど、で、じゃあさっきもちょっとお伺いしましたけども、はい、じゃあ何でしょうね、揃えるべき装備から聞いた方がいいんですかね、それともルールみたいのから聞いた方がいいんですかね、はい、じゃあ装備から。そうですね、で今日また持ってきたんですが、まずじゃあサバゲで揃えるものというのはどういうものがあるんでしょうか。なんかあれですね、なんだっけシュワルツネッカーの出世作の、ターミネーターみたいですね。 I'll be back ってやつですかっていう、まあこれがないと、はい、ゲームに参加できないんですよ。まあ、サングラスそうですね、防弾機能のあるグラスですね、はい、本当はそうですね、ゴーグルになってて、ここにバンドで止まっているような水中ゴーグルみたいなやつがいいんですけれども、私はちょっとこっちのグラスの方が好きかなって。グラスだとちょっとポロって外れてしまうかもしれないっていうことで、まあ、ここに紐つけたりする人もいるんですが、ポロリがあるわけですね。ポロリがあるで、まあそれはサバ今お持ちになってるのはサバゲー用のやつですか。これはですね、実際の軍人さんも使ってるようなちょっと良いやつなんですけど、はいはいはい、ESS って言ってスポーツでもスノボとかやられる方がつけてたりするようなメーカーのものなんですけども、かっこいいですね。なんかね、どうぞちょっとね、これはないと、メガネがあ、なんか、あら、かっこいい、ね、すごい、なんかちょっと鏡的な黒いコーディネートで、ね、かっこいい感じですが、でも全く、度がないと厳しい、BB 弾から目を守るので、はい、必ずゲームフィールドに入るときはこれをしてないと入れない、うん、というかゲーム中じゃなくてもこれをずっとつけて
ゲームフィールドに入ってなきゃいけない、まあ、後でちょっとヒストリカルゲームの場合とかちょっとお伺いしたいと思いますけれども、まず目を守るもの、目を守るもの、まあ、目はね、はい、体の中で唯一ね再生されないあの臓器らしいんですよね、目って替えが効かないですよ ね、 ねなかなかね、まず目を守る、次にこう何を買う感じでしょうか、ね、次に、そうですね、次にやっぱりこれ着るものはなくともトイガンがなければサバゲはできないということで、はいはい、トイガンと私たちが、こう素人さんが言うモデルガンと、トイガンとこうなんかいろんな呼び方ありますけれども、普通はトイガンって言われてるんですかね、トイガンとか、そうですね、エアソフトガンとか言われてて、モデルガンっていうのは、うん、BB 弾が出ないで、うん、その何ですかね、火薬を詰めて発火だけする、うん、そして薬莢とかも出るみたいな、でバンバンって音がする、うん、本当に弾の飛ばないモデルガンみたいな、うん、そんなプロップガンってご存知ですかね、映画とかで使うような、ね、火花が出て、ああいうのがモデルガンで、 BB 弾が出るこういうやつがエアガンとかエアソフトガン、トイガン、うん、弾が出るか出ないかという違いだそうでございます。ポロリが受けてますね、ポロリやっぱりね、ポロリがないとね、同じポロリでも、その最近ではですね、 BB 弾が出る以外に、ここからカートっていう、その薬莢がポロリする、はい、打つとここから薬莢がカンって出るっていう、そういうリアル思考の、もうまるっきり自分ちの世界ですよねもう本当にそうなんですよね、薬莢が出る俺かっこいい的なあれやってみると、うん、すごいなんかアドレナリン出ますよ、薬莢バババババって出ながら打ってると、あ、映画みたいみたいな、そうそう、俺いけてるみたいな、そうそうそう、後で拾うんですけどね、それを一個一個なるほどね、いやでもそれ良さげなね、かっこいいですよね、楽しいですよね、これは私がよくお世話になっているはい、ガンスミスバトンさんというところで作ってもらった、はい、超活かしてる銃なんですけれども、これは現行、そう、トイガンって現行の銃の模したものなのか、それとも最初からトイガンとして一から設計されてるやつなのか、どんな感じなんでしょうね。そうですね、これは元から実銃であるのを、はい、そのモデルに作ったものなんですが、はい、確かに中には完全にオリジナルっぽいデザインのもあったりしますね、うんうん、ただそのオリジナルっていうのも、うん、まあ、なんかの銃をベースにしてたりとかはしますね、うんうんうん、で、なんて言うんでしょう、まあ、例えばバイクみたいにこう基本設計っていうのはやっぱりあったりするんですかね。あ、そうですね、だいたい3つに分かれるんですよ、エアガンって、はいはい、で1つが電動ガン、1つがガスガン、1つがエアガン、エアガン、はい、で電動弾、ガス、電動ガン、ガス弾、ガスガン、エアガン、言いにくいですよ、ね、あ、もうなんかね早口言葉みたいですね、っていうのの、まあ、大体の基本構造はみんな、はい、それぞれもう似ちゃってるんですけれども、うん、大体そうですね、電動ガンこういうものはですね、うん、ここにグリップにモーターが入っておりまして、うん、でまあ、どっかにそのバッテリーが入ってるわけですよ、うん、でバッテリーの力がグリップを、あ、グリップじゃないや、モーターを動かしまして、うん、モーターがこうキュワーって回ると、ここにギアがありまして、うんうん、そのギアが回るとピストンが下がりまして、うんうん、でここに空気が充填されます、うん、でそのピストンがバネの力でカンって解放されると、うん、出ます、出る、はい、はい、それが電動ガン、わかりますかね、あ、わかりますよ、ええ、うん、これが電動ガン、大体そのモーター、ギア、そのピストンを使う機能っていうのはどこも同じですね、いろんなメーカーあれど、はいはいはい、でガスガンっていうのは、まあ、液体のガスがこうマガジン、こういうマガジンに入れたりするんですよ、うん、こういうところがブシューってブシューって入れて、その液体のガスが気化するときにですね、うん、まあ、体積増えるじゃないですか、うん、そのガスの圧力を使ってこう弾を出してる、はいはいはい、わかりやすいですね、うんうんうん、でもう一個のエアーガンがこういうボルトですね、はい、こういうのをガチャンって、よくスナイパーとかがこうガチャンってやってる、うんうん、はいはいはい、あれで空気を手動で装填して、はい、それを一気に空気で押し出す、どれも一つずつ長所が多分あると思うんですけども、そうですね、
今一番主流なのはどれになるんですか。主流なのはやっぱ電動ガンですね。いろんなフィールドで貸し出してて、はい、まあその一番多分動力的にコストと労力のバランスがいいかなっていう、はい、あ、なるほど。多分初心者の方に一発一発手で空気を込めて出すエアガン渡してもフルオート打てないし、うんうんうん、そのガスガンだと寒いとガス気化しないんで動かないんですよね、うん、だからまあ充電して使える電動ガンが一番主流かなと、うんうんうん、思いますね。なるほど、うん、いや見れば見るほどこうかっこよくなってきましたけどね、うん、かっこいいですよ。すごい素敵ですよね。ええー、もう特にガンに美少女っていうのは最高ですね。もう飯が何杯もいけますみたいな、ジュルジュルとみたいな、まあそういう感じでございますけれども、でもこう見ちゃうとなんかやたら本格的な趣味でなんかお金かかりそうだな、大変そうだな、ちょっと気が引けちゃうなっていうのもあるかもしれないんですけれども、ぶっちゃけいくらなんですか。ぶっちゃけそうですね、もう本当ピンキリなんですけれども、まあ、これ普通持っててこう白い目で見られない程度のそうですね、これは確かフルセットで8万いくらだったっけな。でもまあ、趣味のものとしてはそんな感じかな。まあそうですね、あとはその電動ガンでこういう長いライフル、アサルトライフル系ですと、安いので1万とか1万5千円から、うん、っていうので値段ってどこで決まってくるんですか、そのエアガンの値段。はい、値段メーカーが決めて、はい、問屋が決めて、ショップがっていう感じ。普通のおもちゃです。まあ、うん、じゃあ特にこうなんとなく相場みたいなものがなんとなくあって、有名メーカーのはこうなんていうんですか、こう有名メーカーのは高く、こうね、そうじゃないのはそれなりに的な。一概にそうとも言えず、はい、そのまあ日本のいくつかのメーカーの中でも、はい、その安くて、はい、そのクオリティはそれなりとか、クオリティ重視でちょっと高めとか、そういうメーカーの差がいろいろあるんで、まあ、そこはお好みでって感じですね、はいはい、ちなみに国内の主要メーカーっていうのはどういうものがあるんでしょうか。そうですね、大体挙げると今一番、まあ、持ってる方が多いのが東京マルイ。東京マルイ、はい、安くてその玉が飛ぶ性能が結構いいんですよね。ちなみに玉って例えばそれ今日お持ちになったやつでどのぐらい飛ぶんですか。だいたいまっすぐ飛ぶ距離で25から30ぐらい、もうちょい35ぐらいまでいくかな。で35ぐらい過ぎるとこう落ちていくみたいな、また物にもよるんですけれどね、うん、だから私も今ふっと思いましたけど、はい、100メートル飛ぶとか言われてもこう100メートル先の人間を狙えるかって言ったらかなり厳しいわけだとやっぱり思うんで、 そうですね、そのぐらいが適切なんでしょうね。で、まあそういう銃って例えば都内で行われているミリタリーイベントに行くと実物見れると思うんですけども、そういうのに、まあ、行けない方はどういう雑誌とか読めば載ってるもんなんですかね。あ、それは私が宣伝してしまってもよろしいですか。どうぞ、はい、あ、すごいなんかあれなんですけれども、最後に宣伝しようと。ちなみに最後に宣伝、はい、もういいですか。じゃあどうぞ今女子サバゲ部にですね、はい、ご協力いただきました協賛企業の一覧で、ちょっとこれが映せないのが残念なんですが、ちょっと待ってください。じゃあカメラを寄せましょう。こういう感じですか。ちょっと待ってください、カメラ寄せます。私こういうことをするとプルプルしてしまう。ちょっと上にしてくださいますか。こんな感じですかね。はい、はい、あ、見えたかな。はい、見えましたね。はい、はい、このそのまま、はい、この一覧は女子サバゲ部のホームページでもご覧いただけるんですが、女子サバゲ部でググれば出てきますか。あ、出てくると思います。はい、じゃあぜひこれご興味ある方、女子サバゲ部で大丈夫ですよろしくお願いします。はい、ググっていただくと出てくる。え、
でこの中にですね、はい、サットマガジンっていうストライク&タクティカルっていうマガジン、はいはいはい、あの雑誌で、はい、あの私もちょっとライターとモデルをさせていただいてるんですけども、うん、こちらであのトイガンのその情報っていうのもいろいろ紹介しておりますんで、はいはい、まあ、こちらをぜひということでなんか宣伝になっちゃいましたね、はいはい、すいません、はいはい、全然構いませんけれども、この中にあのあれあったあったガンスミスバトンってこれ作ってくださったガンスミスバトン、はい、ところもあの協賛品として大きなグレネードランチャーをあのご協力くださってじゃんけん大会で、はい、グレネードランチャーってこの担ぐやつですか、あれ、だいたい40ミリの、はい、この何ですかね大きな玉を囲んで詰めて、はい、ちょっと角度をつけてボコンって打つような、あごめんなさい、あはい何でしょう、あえっ、ー、とですね、ガンスリンガーガールでってなんかすごい嫌なことが私は分かんないようなこと言いそうなんですけども、弾がとにかくでかい、弾が大きいですね、拳銃、ライフルよりかなり大きめで、はいはいはい、その破壊力もドロンって感じで出てくる、そうですね、ドカンとなるような、はいはいはい、この女子サバゲ部の今このなんて言うんでしょう、フライヤー、今はねチラシって言わないからねちょっと上品な言い方で、チラシって言うとねデザイナーさん怒ったりするからね、あのフライヤーですみたいな、このフライヤー、ね、そんな揚げ物みたいな名前もいいなと思うんですけど、まあこれ拝見すると初心者講習とかやってらっしゃるとかあるんですね。そうですね、初めての方も結構いらっしゃるので、はいはい、また女性ってそんなエアガン触ったりとか普段しないじゃないですか、大体ね、こうなんて言うんでしょうね、好きな彼氏がこう延々講釈するのをいやいや聞く的なことはあっても実際に自分でやるとなるとね、そうですね、あと男の子ってそのお年頃に小学校とか中学校になるとお年頃になってそのエアガンとか買ってもらうじゃないですか、はいはいはいね、っていう風に触ることはあっても女の子はそんなことしないじゃないですか。そうですね、なのでまあなんかそのなんでしょうね、このなんていうんですかね、遠い存在をもうちょっと身近に感じてもらうために、ね、うん、まあ、ゲーム1日の最初に初心者講習として、うんうん、この田村装備開発って普段その訓練とかしているところなんですけど、はい、そこから講師の方をお呼びして、はい、で銃はこうしたら危ないですよ、こうしましょうっていうのを最初に教えてくださってます、うん、覗くなとかですか、あそうですね、ガンスリンガーガールですよね、それ覗くなみたいな、はい、覗いちゃダメだし撃つ時以外はトリガーに指かけちゃダメとか基本的なところですね、うんうんうん、そこさえ守っていただければ安全に遊びますよっていうところを、そうですよね、消火器だって出す時以外レバー握るなとか教えますよね、うん、あそうなんですかいや消火器の使い方とかでね、出す時以外はピン抜くなみたいな、あなるほどそうですよね、エアガンも、そういう、じゃあこの女子サバゲ部にこう参加すれば、ええ、こう女子でもこう初めての女子でも、ええ、知識ゼロでもこうみんなが優しく教えてくれるって感じでいいですかね。そうですね、やっぱりその経験者の女性とかも教えてくださったりするんで、なんかねいつもねお誘い受けるんです絶対行こうと思うんですけど絶対何かね動かせない用事があるんですよ、ぜひ土曜の開催もご検討検討してみます、はい、じゃあ次は銃なんで、そのさっきの銃の話の続きですけども、そのどうなんでしょう、何個ぐらい、もちろんね趣味が高じゃくるといっぱい勝手に増えると思うんですけど、増えます ね、 ね、はい、はい、もう最初はどのぐらいあればこう気兼ねなく参加できるんでしょうか、なんかさっきレンタルもあるみたいなお話でしたけども、銃が1丁あればそれで足りちゃいますし、はい、なくて手ぶらで行ってもこういう迷彩服とか、はい、銃はレンタル可能なんで、あもうそこはサバイバルゲームフィールドの方で貸し、そうですね、釣り堀みたいな感じなのかな、スキーとかウェア貸してくれて、ね、板貸してくれてみたいな、うん、そういう感じなんで、まあ、その女性がなかなか車持ってたりしないじゃないですか、うんうんうん、で大荷物を持っていけないなら、うんうん、私は手ぶらで電車乗り継いでタクシーで行ってっていうのもありかと思うんですが、うんうんうん、
まあ、私はどうしても初めてのサバゲの日ですね、うんうん、自分の銃を持っていきたくてですね、うんうん、もう引きずりながら割とこう物から物から入っちゃいました。過去から入りたい一度ですね、はい、でっかいスナイパーライフル背負ってですね20キロありましたね。20キロ駅乗り継いで頑張っていきましたけれども、時間長さ長さ20キロ。あ、違います。重さが20キロですね。そんなことしなくても、今はレンタルガンがね、うん、充実してるんで、それを借りるのをお勧めします。なんかね、こう、きっと、ほら、レンタルする部屋にずらーっと並んでて、うん、これなんかいいですよって言われて、なんか楽しそうですね。そうですね。女性もでも結構ね、こう火つき始めたらつくような気がするんですよね。そうですね、やっぱりその、うん、日常じゃないじゃないですか、こんな服ね、うん、その普段あんま着ないですし、着れないし、どんどん私のようにハマっていくとクローゼット開けたらこんなのがずらーって並んでるとかあるんですが、あとね、こう、ね、軍物の服って普通に丈夫なんで、そうなんですよ、着ててね、こう膝とか擦り切れないし肘とかちゃんと当ててあってね、そうそうそう、最初から当ててあってねあとね、あったかいしね、あったかい、だから実は今すごい暑いんですよ、ね、あったかいし、バイクなんか乗る女性なんかはね、軍パン履くとね、破けないんですよね。そうなんですよね、うん、うちの母にもですね、私わんさか迷彩服があるんで入りきらないと実家に持ってって、その部屋に置いとくんですけど、うん、お母さんにも着ていいよって言うんですが、うん、母親からもっと持ってこいみたいな感じですね。なかなかさばけた、お母様で、掃除するときにいいのよねなんて言って、なんか作業服の扱いですか。そうそうそう、ここに雑巾入って、ここに iPod 入って、ここに何が入ってで丈夫だから動いてもいいしみたいな感じ。ポッケがいっぱいあるのはいいですよね。そうですね、あとデザインもね、こう、うんうん、迷彩服じゃなくてもミリタリー用のカバンってすごい機能的で丈夫でね。そうなんですよね、かっこいいんですよね、今回もですね、またこれになっちゃうんですけれども、中田商店さんっていう有名な、おとといいたような気がするあ、そうなんですか、はい、上のアメ横のミリタリー用品店です ね、 もうね、中田商店って言って知らないミリタリーの人はモグリですけどモグリ別にミリタリーに興味なくても、素敵な、なんて丈夫な服がね、そうですね、いっぱいあったり、女の子向けのその T シャツとかも夏行けば出てくるんで、今ねこう、うん、S とかもあって、私身長153なんですけど、全然私でも着れるみたいな、うんうん、今女性兵士もいますんでね。そうですね、はい、私が着てるのも XS サイズなんで、ちょっと若干丈が足んないんですけど、こういうのも売ってまして、うん、で中田商店さんからは当日ですね、カバンを提供いただきまして、じゃんけん大会で勝ち抜いた女性に持ってっていただいたんですけども、あとはそのアングスさんですね、ガンショップアングスって、これまた何店舗か日本中にあるんですけれども、そちらから女性用の迷彩服を提供していただきまして、なかなかないんですよね、女性用っていうのは。やっぱり多分ね、これから普及していけば増えると思うんですけど、うんうん、まだ商売にするにはちょっと厳しい募集団なので、ね、今もう女性にどんどん来ていただいて、ね、っていう、だから次回はね、こう、うんうん、後で話しますけど、戦場カメラマンの格好をしてね、こうピューリッツァー賞を狙うみたいな俺ピューリッツァー賞的に、ね、取材しようかなとか思ってるんですけどね。サバゲの戦場カメラマンも面白いんですよ、はいはいはい、後でちょっとその話、はい、ぜひさせていただきますけど、はい、で、まあ、一丁あればちょっとウキウキだけど、うん、なくてもまあスキーと同じで手ぶらでも行けると。そうですね、うん、まあ、とにかくね、こうみんな教えたがりがうじゃうじゃいますから、皆さん何の気兼ねなくね、女性の方もぜひお越しいただきたいと思います。またその、ね、初心者の方がいらっしゃってたら、そのベテランの方は教えていただくとかね、うんうん、そうしていただけると、まあ、ミリタリーサバゲー界がもうちょっと良くなる、はい、もう盛り上がるね、大体そんな感じなんですけどね、もうすでに。あ、ね、でも本当に、ね、ミリタリーの人たちってね、こう押し付けがましくなくね、こうすごい教えるの上手だし、うんうん、すごく嫌な思いしたこと一度もないんで、でまず銃はまあなくても大丈夫、うん、服の方も借りれるんですか。服も借りれるとこが多いですねなんですが、まあ、丈夫な長袖長ズボンであれば何でもいいと思うんで、うん、はいはい、最近その民間軍事会社の人たちも、民間軍事会社、はい、アメリカとかにいらっしゃるような、はいはいはい、ああいうんですね、はい、っていうのもジーパンに、はい、なんですかね、その普通の
ユニクロの、はい、なんでしょう、フリースみたいなのとか、はいはい、そういうのを着て、うん、そのこういうベストをつけて戦うような、うん、そういう方たちもいっぱいいるんで、こう ライトな、サバゲファン的な、ライトでもないですね。そういうコーディネートも最近流行りなんですよ、はいはいはいっていう流行に乗ってジーパンで行くっていうのも私は大いにありだと思うんですね。ちょっとこうなんて言うんですか、市民が銃を取ってみましたみたいな、そうですね、まあ、あの軍人ではないけど民間軍事会社のコントラクターですみたいな、うん、あのそういう俺設定を、そう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 、いや本当に流行ってるんですよ、はい、そういうのがやっぱりこう流行とかね、あるんですかね。サバゲっていうとイメージとしては多分私も皆さんも同じだと思うんですけど、あのもうバリバリに決め決めでこう、ね、そのままじゃとても銀座は歩けない的な草とかいっぱい入っちゃったりして、ね、そうそうでもまあ今の流行りとしてそういう割とジーパン的な、うん、そうですね。あとはその中東の人たちの格好の真似とかも多くって、はいはい、何ですかね、こういうさっき飛鳥さんもされてたシュマグ、私ねこれねドクロ柄なのでね、あドクロ、あかわいい本当は普通の欲しかったんですけど、あのこれ安くするよって言われてつい、あそうなんですか、はい、これをですね、なんか独特の巻き方あるんですよね。そう、中東の人みたいに、こうですね、じゃあちょっとシュマグがお家にある方はこう真似していただきたいんですが、こうしてこうしてこうすれば、ちょっと私もどう巻くんですか。最初ですね、まず、こうして片方だけ長くしとくんですよ。片方だけ長く、シュマグ巻き講座になってきましたね、はいはいはい、片方だけ長くして、はいはい、ここは目のスレスレぐらいまでしといて、はいはいはい、でこの短い方をですね、顎の下に通しまし て、その後この長い方を口を巻くように後ろの方にやって、でそうそうそう、でここで怪しい二人組よいしょ、ちょっと結んじゃいますね、はいはい、なるほど、よいしょ、はいはいはい、こうすると、はいはい、あなんかすごい絵面になってますがなんかねすごい感じですよねまあ、こういう感じで、はい、これ口も出るんですごい、はい、おすすめな巻き方です。もうまあじゃあこのまま配信しましょう今から見た方なんかすごいなんだろうこれみたいな感じですよね、やっぱりいや、うちに普通のそれもあるんですけど、ドクロだと変だな絵的に、まあまあいいや、まあまあはい、こう巻いて、でなんか厚さよけとかあるんですか。もちろん顔見せないっていうのもあるんでしょ、あっち砂すごいんで、そういうのと、あと、まあ、暑い時にこれ被ると分かるんですけれども、意外と涼しいんですよこれ巻いとくと、かえって直射じゃない方がね、そうですね。あとはあっち のカフィエって言ったかな、はい、なんて言ったかなっていう、こういう刺繍の枠みたいなやつ、枠みたいなやつをこう、はいはいはい、キュポンって被って、でこうシュマグ被った上にですね、キュポンってやると飛ばないとかそういうのもありますし、はいはい、それで、まあ、カミースって言われるですね、はい、ちょっとゆったりした服を着て、その中東系の格好をされている方もいらっしゃいますね。そういう格好して銃持つと、もういかにもアラブ、そんな感じの、はい、すごい、なんか今映ってるのがすごい、すごい絵面でなんかちょっと楽しいので、私ちょっとこのまま熱くなるまで、このまま今熱くなるまで、なんかで向こうの方はこれこのまま外して首に、ま、なその巻く的な、そうですね、首に巻き方もいろんな巻き方があると思いますし、この巻き方もいろんな巻き方が確かあったと思うんで、まあこれは中東兵士の、まあ、証し的な、いや、あっちの民間の人もこういうのは巻いてるんですよね。まあ普通に習慣的に、ね、どうしても笑怪しいちょっと撮りましょうかねちょっと怪しくなってしまう、いやいや、ねえ、こういう、でも意外に、でもこれおととし3年ぐらい前にすっごい流行りましたよね、このそうですね、というかミリタリーって流行りましたよね、ファッションで、そうですね、特にこの
やつを首に巻くのが一昨年ぐらいすっごい流行って、うん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 、でね結構あったかいしね、そうですね、あのハンカチ汗ってあれで拭けるしね、汗とかも拭けるし、そう便利なんですね、すごい便利。私あの花粉の時期にこの辺に巻いて、あの花粉入ってこないようにしたりとか、 あと荷物まとめるのに風呂敷代わりにしたりとか、便利便利でね、私のは確か1500円ぐらいで買ってる、だいたいそんなもんですよね、うん、1000円から2000円ぐらいで、あとサバゲの時にこれ1枚持ってると、あのここに巻いとくだけで当たっても傷にならない、うんうん、やっぱりねちょっと ね、うん、顔とかねちょっと避けたいところです、ね、特に女の子には知った方がいいんじゃないかな、うんうんうん、私は嫌なんで外しちゃうんですけど当たらなければどうということはない的な当たるんですけどね、はい、あの見える私にも玉が見えるぞ的な雰囲気で、ね、まあで服装は、まあ、ジーパンでも、まあジーパンでも OK ですね、なるほど、うん、じゃあこう逆になんて言うんでしょう、普通の格好のサバゲー大会ってのも絵的には楽しいかも、そうですね、うん、またそういうゲームを主催されているところもあるみたいですしね、はいはいはい、ポチポチと、あの迷彩服っていうのはどうしても初心者さんにその遠のかれてしまうので、うんまあ、ラフな格好でやりましょうみたいなところもあるみたいですね、いや本当にねこう、なんて言うんでしょう、ファンとかマニアを再生産していかないと業界としては厳しいと思うんで、そうですよね、ちょっと入りやすいね、ええ、っていうのはどこもお考えなのでございましょう、うんうん、特に女性増えればねお客倍ですからね、そうですねもう皆さんこれ見てる皆さんもぜひ参加していただきたいんですけど、特に女性ですね、まあ、じゃあ服は、まあ、貸してもくれるし、ええ、普通の服でもいいけど、買ったりすることもできるということですよね、買ったりすることも、それこそさっきの私が、ね、持ってるやつは、うんうん、あのミリタリーイベントで、まあ、都内で割と多分有名だと思うんですけど、ビクトリーショーというね、いつやさんとも初めて会った、あ、そうだ、あさって、はい、あれ23日、あ、はい、25日ですね、そうですそうです、今度の日曜日にですね、あのなんだっけ、浜松町のなんだっけ、東産坊ですね、東京都産業貿易センターですね、はい、っていうところの浜松商館で、うん、あの日曜日にあるんですけども、 そこでねあのいっぱいミリタリーの服やらトイガンやら出てるんですけども、なんか宣伝してあげてます ねであのそこに私行って本売ってるんですけど、うん、本売るとですね買いたくなるんですねあのだいたいフリーマーケット的なものに出ると、うん、売り上げで買うのは基本じゃないですか、もう軍資金が手に入っちゃってその場で買えますからね、そうそう、全然儲けにならないっていう、わかります、私が見たのは女性子供用の、なんだアメリカ軍のなんとかのレプリカっていうので、上下でねあの5000円でいいよって言って売ってくれて、結構素敵な上下があるんですけど、多分ですねそれあの飛鳥さんがおそらくあの戦艦ヤマトのイベントの時に着ていられたのが、このガンショップアングスさんから提供いただいたあの迷彩服と同じだと思います、多分同じですよ、私も見た時に あれ、女性用の戦闘服だなと、それが、ね、あれだなと思って、一つだけねこうすごく安くて素敵で丈夫でいいんですけど、ボタンがすぐ取れるっていうのはちょっと困りました、ね、まあ縫えばいいんですけど、まあどれもそんな感じですね、割とねこう布地丈夫だけどボタンとか存在なんで自分でチクチク縫ってつける方向で、そうですね、でもちゃんとしたやつだとねあのベラボーに高くなるので、まあ、実物とか、うん、そういうのはどうしても上がってしちゃうのと、でもね思うんですけど、わざわざほら実物買っても意外に古いから布地弱ってたりするじゃないですか、実物だと見違いそうとも言えないですね、実物っていうのは、古い実物です、使われたユーストってことですよね、なんて言うんでしょう、第二次大戦ものとか放出品でも現行品だったら逆に丈夫だと思うんですけど、ね、そうですね、うん、逆に言えばこれもその米兵さんが実際に着てるってことで一応本物なんですよ、ああこれも、レプリカではなく、レプリカではなく、そうですね、横流し品的などうぞ、丈夫ですよね、まあ、丈夫ですね、これ運搬で破けたなんて聞いたことないですから、ね、そうですね、もう洗濯機にガンガン入れてガンガン回してパンパンってやっても全然、
あのね、うちにスウェーデン軍だか の, あの上着があって、あのね、女性兵士のいる国のあのなんて言うんでしょう、軍装、はちっちゃいサイズが結構あって、そうなんですよね、いいんですよね、で全然ね、あのこれご覧になっても分かると思いますけど、銃とか持ってるから怪しいけど、上だけとか下だけだったら普段からね全然着てもそうですよね、ユニクロとかありそうですよね、ありそう、ありそう、ありそうです。あとワークマンが意外に侮れないんですよね。分かります。いや、あのちょっとこれ話ずれちゃうんですけど、あの私今あの陸軍のご飯についていろいろ調べているので、家で毎日飯盒で炊かなくてはと思って、毎日飯盒でご飯食べてるんですけど、あの5本出されてますよね。そう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 、あのどんどん続き出そうと思ってるんですけど、あのね、暑いんですよね、飯盒って炊いた直後。ああ、暑いですね。何で掴めばいいんだろう。そうだ、軍手という便利なものがみたいな。やっぱりやりますよね。あの軍手って、あの本当に飯盒でご飯食べるときはなくてはならないですよ。だから軍手って言うんだって全然わかんないですけど、あのなので軍手とか超便利、ワークマンとかもね。そうですね、あのうちの近所ワークマン2つもありますよ。あ、いいじゃないですか、もう何でも揃えますよ。あっちとこっちにワークマンがあってね、結構楽しいんですよね。ですよね。なんかね、私軍手はあの綿 100% 派なんですよ。あのゴムついてない派ですか。ゴムはついてる派です、ね、あ、ついてる派で綿100で、綿100で、であの100連とかくくってありますよね。そう、くくってあるやつ。あの絶対そんなね、そんな使い切れないんだけど買いたくなる。あ、もうバイクになる時も軍手、軍手便利。あとは災害用袋に絶対入れといた方がいいですよね、軍手はね。軍手は絶対必要ですね、あの軍足欲しいんですけどね。ちょっとあの軍足ってあの軍手の靴下版なんですけど、あのかかとがなくてこう筒に縫ってあるんですよね。ただ筒なだけで、でね、履いてみるとかかとがないじゃないですか。だからね、こう穴が開きにくいんですよ。開くならかかとから穴開くじゃないですか。決まったから筒だから、ありとあらゆるところがかかとになるので、穴こう負荷が分散されて穴開きにくいんです。なんか洗濯したらさっきかかとだったとこどこだったっけ。そうそうそう、みたいな、そんな感じですよね。なので、あのいやーワークマンとかね、軍手大好きですよ。軍手はね、いろんな色揃えたりしましたけど、最終的にはね木綿の白が一番ですね。ただなんかね、化学薬品扱う方なんかは、あのポリエステルとかの方がいいとかね、あと あの熱いもの扱う人は綿じゃなきゃとか、なんかいろいろ実はね役割があってね、あとボツボツ付きのとかね、滑んないやつとかありますよね。私はね、ボツボツ付きはね、軍手の風上にも置けんとか思ってるんですけど、軍手作業用手袋でね、革っていうのがあって、なかなかそれもね素敵なんですよ。もうちょっとこれ話すとすごい、私長いんで軍手マニア、軍手もうこれはね、あの置いといて、で何でしたっけ、あの服まで話したんですよね。そうですね、はいはいはい。でまあ服は貸してもくれるし、買うとだからね5000円上下でですよ、上下で5000円ぐらいからありますよ。安いのを探せばそれぐらいからありますよね。もう上見るときりないですよ、本当にね。そうそうそう、上は、ね、趣味、それは趣味何も通ずるところですよ ね。ただどうなんですかね、やっぱりほら、ぶっちゃけ一番人気あるのはナチス軍装なので、あのナチスの軍装を着てサバゲっていうのはちょっとこう考えにくいところが、なんて言うんでしょう、あのこんな高い帽子みたいな、もうじゃらーっとなんかついてみたいな、そうそうそう、あのっていうのは、ああいうなんて言うんでしょう、汚れのところにはできていかない一長羅なので、そう、まあ、5000円ぐらいからでどうでしょうっていう、あの結構ね素材もね、ゴアテックスとか使ってて、こう、夏は涼しく冬は暖かくて、あの風は通さないけど湯気通すみたいな靴ですけど、やっぱり靴は揃えた方がいいんですよね。靴はそうですね、あの運動靴は結構野山行くと滑りやすかったりするので、まあ、運動靴も全然いいんですけれども、まあ、できましたら登山靴とか女性用でしたかね、はい、あと私が今履いているのがですね、はい、あ、ちょっと、あれですね、よっ、よっ、はい、
こんなちょっとアップにお見足をアップにしちゃおうかな。竹が足りてなくてですね、すねが出ちゃうんですけれども、はいはいはい、じゃあちょっと こんな感じですかね、はい、脱げばいいんですよね私ね。ああ、そうですね。そうですね。よいしょ。あ、でもなんかちょっと泥だらけでですね、はい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 、先日ちょっとサバゲー使ったばっかりなので、はい、まだあれなんですけれども、はい、これはあの、まあ、その上野の中田商店さんから、はい、あのご提供いただいたベイツっていうやつなんですけれども、はい、もう本当にこういうのになると本格的な、そうなんですかね、装備品になって、実際の軍隊も使っていて、自衛隊の方とかどの辺が普通、あ、コアテックスですね、まずね。コアテックスで防水、水ザブザブいけるってことですね、ここもあの水入らないようになってますし、あとですね、いいな、それ私長靴代わりに欲しいっていうそうですね。あとこのベイツの特徴はですね、あ、中敷きがあってですね、こういうのがあるんですけれども、はい、これであのプニュプニュしてるんですよね、はい、でダイヤルがありまして、ダイヤル、これをこうなんか回して合わせることによって、うん、クッションの度合いが変わったり、うん、なんかその何ですかね、足がこういう風になってる気味の人はこういう風に矯正したりとか、うん、そういういろんな何ですかね、効果があるダイヤルでして、長時間歩いても疲れない設計にはなってますか。これ疲れないですね、軽いですし。へえ、じゃあちょっとなんか重い感じだけど、あ、すごい軽いなんかね、こう小学生の履く超速みたいな感じ、そうですね、軽い、見るとね、そう重そう見えるけど、うんうん、軽い。ただですね、女性用のサイズっていうのがあんまりないんですよ。困りました。私足大きいので25センチやるんで、でかいなので男性用で全然大丈夫なんですけど、私 21.5 とかですよ。あ、じゃあちょっとないですねでもまあ、あの軽っ、でまあぶっちゃけこう直旅でもいいわけだっていう。まあそうですね、直旅の方もたまにいらっしゃいます。だって軽くてね、軽くて丈夫で、こう身軽みたいな、そうなんか忍者っぽい感じ。あと足音しないらしいですよ、直旅って。でもまあ女性用のそれが、まあ、じゃあ登山靴ぐらいで。そうですね、登山用のお店行けば、うん、その山歩きとかしても大丈夫そうなものとか結構あるんで、うん、それ買っていただいた方がいいかもしれないですね、はいはいはい、足の大きい方はこういう中田商店とかで、はい、男性用の履いてみるといいかも。はいはいはい、なるほど。なんかすごい、うん、あそこ開いてるの気になるんで、スタジオの方が開けてっちゃう、ちょっとお待ちください、ドア閉めてきます。まあね、意外にアットホームな感じで進んでおりますけど、はい、でも靴は多少は、さっきのその靴で、まあ、あのぶっちゃけおいくらぐらいの？2万登山靴並みのやっぱり値段はしますね。じゃあ、はあ、ちょっと登山靴の相場がわからないんですけれども、登山靴も結構高いんですよ。あ、そうなんですか、うん、なんかまあそんな感じで、まあ、でも靴は滑らなければ、何でもあの履き慣れたものが一番いいですよね、うん、で、まあ、装備は揃いましたと。揃いました。で、なんて言うんでしょう、初心者向けの講習に行ってもよし、はい、あのサバゲのなんて言うんでしょう、フィールドの会、あの会に行ってもよし、うんうん、まあサバゲのチームに入ってもよし。サバゲチームっていうのは結構募集いろいろしてますよね。そうみたいですね、うん、結構あのそういうコミュニティとか、うん、あとはサバゲーの SNS みたいなのもありますし、そういうところに登録している方は、うん、そのチームメンバー募集とかそういうのもあのされてるみたいなので、そういうところをこう活用してみるのもまあいいと思います、うん、まあでもいきなりね、こう男の中に女が一人は気が引けるっていう方はどうぞ女子サバゲ部へ、女子サバゲ部へカモンっていう感じでございます、はい、で、うん、じゃあ早速ゲームの、まあ、進行なんですけども、じゃあ、私が聞いたところによると、普通のなんだっけ、普通のゲーム、はい、サバゲーム、普通のサバゲー、はい、と、あのいわゆるヒストリカルゲーム、歴史再現ゲームと呼ばれるのがあるらしいんですけれども、普通はヒストリカルでなく普通にこう打ち合うみたいなゲームが割と普通なんですよね。そうですね、まあ、サバイバルゲームって言ったら一般的にそのさっき言った装備で打ち合うスポーツ的な楽しみですね、うんうんうん、でそれの、ルールなんですけれども、はい、
まあ、大まかにどんなどういうふうにゲームが進むのかとちょっとお話ししていただければ。あ、そうですね、サバイバルゲームのルールもいろんなルールというかいろんなゲームがありまして、はい、まあ、大体赤チーム黄色チームに分かれます。なぜ赤は分かるんですけど、なぜ黄色なんですか。見やすいんじゃないですかね。赤と白にしちゃうと例えばこういうのだと白目立たないですし、 あとはその東と西を表してるのかなっていうのもあります。日本的にはすぐ紅白ってなるじゃないですか。でも白が絶対有利なんですよ、見えにくいから。で、赤と黄色チームに分かれる。はい、分かれます。大体半々に分かれまして、うん、でゲームスタートっつってお互いの陣地からわーってきて、うん、どっちかが全滅するまでやる殲滅戦。殲滅戦。殲滅戦。はい。はい、あとお互いの陣地にこう旗があったりしまして、うん、その旗をそのお互いがゲームスタートわーって攻めてって、どっちかが先に取った方が勝ちっていうフラッグ戦ですね。はあはあはあ、だその時は別にどっちかのチームを殲滅すればいいわけではなく、うん、裏を書いてフラッグ取ったとかやってもいいですし、はい、はい。っていうのが基本的なゲームが2つあるんですが、うん、まあ、他にはその陣地、真ん中に陣地を置いてそこに立てこもる側と、はい、外からその攻めてって陣地を、うん、取ったっていうチーム、うん、の戦いとかいろんなのあるんですよね、うん、本当に、はいはいはい、どこどこにあるその宝物をゲットして陣地に持ってった方が勝ちとか、はいはい、本当にゲームでもサバゲーって作れば何でもあるんで、うん、いろんなゲーム作るのも楽しいですね。じゃあ、普通は、まあ、一般的なのはどれになるんですかね。一般的なのはやっぱりその殲滅戦とフラッグ戦ですね。はいはい、女子サバゲ部ではどちらを採用してらっしゃるんですか。私はそうですね、最初に殲滅戦でそのどんなもんかを慣れてもらうために殲滅戦を何回かやってでその後にフラッグ戦を中心にやってるんですね。でその皆さんフラッグ戦に慣れてきたところでまた別のゲームを取り入れたりして、まあ、最終的にはまたフラッグ戦で最後やりましょうみたいな、そんな流れで。1日に何回かやるんですか。あ、そうなんですよ。あ、申し遅れてましたが、はい、ゲーム時間が大体15分20分ぐらいなんですよね。短いですか、はい、なるほど。で15分20分ぐらいやった後にその安全そのフィールドじゃないみんなが準備するエリアですね、うん、セーフティーエリアっていうんですけど、うん、そこに戻ってきて、まあ、弾詰め直したりして、うん、10分ぐらい休んだらまたもう1回15分のゲームやろうみたいな、ハーフタイムみたいなものですか。そうですね、っていうのもあれば、うん、フィールド内に陣地を設けて、うん、もう弾とか全部そこに全部弾薬も置いて、うんうん、そこでヒットしたら戻ってきて、うん、そこにヒットした回数ですね、うん、を書いて、うん、また出てくるみたいな、うん、1時間ゲームとかそういうのもあります、うん、もう本当に自由と。自由、もう何でもやろうと思えばゲーム作れちゃうんで、うん、まあ、でもその15分間隔だかが割と普通な。割とそうですね、15分20分ぐらいが大体一般的かなと思います。フィールドの大きさにもよるんで、すごい広大な森とかだとやっぱ20分とかになりますし、はい、うん、狭いフィールドだと本当に5分で型がついちゃう時もあるんで、うん、その辺はまちまちですね。あ、なるほど、まあ、はい、いろいろルールがあるけども、そんなに超理解が難解なルールではない、うん、難解なものはないですね。やっぱり間違いとかもあると思うんで、うんうん、皆さん結構フィールドでやるときは、あ、フィールドが主催するときは簡単な分かりやすいルールが多いですね。なるほど、うん、で、なんかそのじゃあルール、さっきの当たったらヒットっていうとか、はい、そういうそのサバゲの中での、うんうん、今勝敗のルールだったじゃないですか、はいはいはい、そういうサバゲの中で、まあ、基本的に抑えておかねばならないルール的なそういうものがあると思うんですけど。なるほど。一応書き込みに1ゲームに2時間もかかりましたって書いてある結構それは疲れる感じ、ね、相当疲れると思いますね。ねえ、サッカーが2時間あるようなもんでしょ、ハーフタイムなしので。あ、テリヤキさんありがとうございます、はい、仙台のゲーマーさんなんですけどね。仙台からご覧になっていた、ありがとうございます。しかも、ミクシーからの書き込みっていうのはレアですね。あ、M の字がそうです。M の字がそう。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、でその
中のルールはどんな感じに？そうですね、あの当たったらヒットなんですが、はい、それはその体に当たってもアウトですし、こういうあの自分が持ってる銃にカツンって当たってもこれはヒットなんですね、はいはい、で持ってるもの全部当たったらヒットなんですけれども、それ以外にですね、こういうルールがあるとことないとこではあるんですが、ルル、あのフリーズコールっていうのがあるんですよ。フリーズ、はい、動くなフリーズみたいなっていうのがありまして、明らかにもうこの肉薄したような状況でもう自分が撃てますよ、うん、でも相手気づいてないですよっていう時に、うん、ポンポンって相手に教えてあげてフリーズってすると、うん、相手は撃たれないで済むし、うん、そのままヒット扱いで退場できるじゃないです か、うんうん、か近距離で撃つとやっぱちょっと痛いんですよね、うん、だから近距離で撃たないための配慮でフリーズコールっていうのもあったりするんですが、それはやっぱりローカルルールなので、うん、ちゃんと打ってその勝敗を決めてくださいっていうところもありますし、うんうん、あとはそうですね、ナイフアタックっていうのがあるんですよね、はいはい、ナイフアタック、はい、まあ、FPS ゲームとかでよくありますよね、その打って近くの敵をこうナイフでチクチクっと、はい、やるのがあるんですが、うん、そういうのは大体禁止なところが多いですね。危ないから、危ないから、うん、あのなんですかね、ボディタッチっていうんですかね、うんうん、あのは基本的に禁止と、うん、危ないので、うん、っていうのが大体のところかな。うん、そうですね、はい、で当たったらヒットって言って両手を上げる、はい、両手を上げる、上げてないと、うん、そのヒットなのかどうなのか分かんないからしこたま打たれると。あ、はい、でこう当たったらヒットって言って手を上げつつ、はい、どこぞへ、そうセーフティーエリアと呼ばれる準備するそのエリアまで帰ります、うんはい、まあ、だるまさんが転んだでこう手をつなぐみたいな、あ、そうですかね、手をつなぎに行くみたいな。そうそうそう、はい、で、1日例えばその女子サバゲ部はまあゲームを何回かしたわけですよね、この間。そうですね、ちょっと数えてはないんですが、はい、ええ、だいたいそのフラッグ戦、殲滅戦ともう一個大統領警護戦っていうですね、はい、あの大統領じゃない要人警護戦ですね、はい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 、っていうのをやりまして、うんうん、まあ、私は要人役、要人ってあの、はいはい、要の人ですね、はい、頭の悪い要人ではなく要の人要の人を役をやりまして、はい、私を守る側と、うん、先にフィールドに潜んでいて私をヒットさせる側に分かれるわけですね、うんうん、でそのヒットさせる側を先にフィールドインさせておいて、うんうん、私は A 地点から B 地点まで無事にたどり着かなければならないんですよ、うんうん、しかも10分で10分経つと B 地点からブラックホークが飛び立ってしまう、うん、なので私はあのブラックホークに乗らなければならないのだ、うん、よしお前たち護衛してくれっていうようなシチュエーションですね、うん、大変はい、なのでそれを私を守る役がいて倒す役がいて、これはあのトントンの人数にしちゃうと明らかにその私を狙う側が有利になっちゃうんで、まあ私を狙う側が少しになってもらって、うん、まあ、私の守る側はセミオートだけ一発一発しか打てないですよ、フルオートでバーって打てないですよっていう風なルールにして、そういうので調整してだいたいやったりするんですけれども、うん、なんかお話聞いてたら子供のやるごっこ遊びが大変大掛かりになったもの的な。そうなんですよね、なんか結構楽しそうですね、普通にね、ええ、そう、あの大人が皆さんいい、もう私なんかもいい大人なんですが、はい、あのなんでしょうね、みんな童心に帰ったような顔で、うんうんうん、キャッキャウフフな感じで、はいはい、やってるんですよ、うんうんうん、そこがまた楽しいんですよね、うんうんうん、なんか、なんていうの、大きいお友達の、遊びという真摯な遊びですよね。そうですね、なんて言うんでしょう、銀玉鉄砲ポコポコ打ち合うのがだん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 話が大きくなってみたいな、だんだん大きくなってこうなっちゃったよみたいな、こんな感じにっていう、はい、いやいやいや、なんか話聞いてると楽しそうでございますが、なんかさっきちょっとお話がちらっと出たヒストリカルゲームというのはまたちょっとそれとは違ってるらしいですよね。そうですね、あの私も実はヒストリカルゲームは出たことないんですが、私も出たことはないんですけど、うんうん、こうヒストリカルゲームの話はすごい聞いてて、ええ、なんて言うんでしょう、よくチラシとかもらうんですよね、あのイベントとかで、そうすると例えばベトナム戦争の
いわゆるヒストリカルゲームって歴史再現系のサバゲー。そうですね。でみんなこう南ベトナム軍と北ベトナム軍の服を着て分かれてでやると、まあ、ごっこ遊びに限りなく近い感じですよね。であの、あそうなんですかって言ったら、あのどうです戦場カメラマンとか役で出ませんかとか言われます。だからあの小道具も欲しいわけで、だから、ベトナムの売ってるようなほら雑貨屋に売ってるような傘かぶこういうあれですよね、傘かぶって、こう耕してで、農民役ってやって、北ベトナム軍が来たらご苦労様ですって言って、南ベトナム軍が来たらご苦労様ですって言うっていう、とかあのこう戦場カメラマンみたいな、ね、格好をしてこう、なんて言うんでしょう、ピューリッツァー賞を狙う的な こういうやつしょったりとか、こう、こういうやつでも、はい、あの変なあの戦場カメラマンの人の帽子みたいな こういう人でしたっけ、かぶったりねっていう、というだから逆に言えば雰囲気を壊さないように、あのそれは配慮してくれっていう正し書きがチラシに入ってるわけですね。そうですね。ただそこをあの守りすぎると今度はあの装備持ってない方とかが入りづらいということ で、ね、その辺はある程度ラフなところもありますし、私ちょうどですね先週にその大きなヒストリカルイベントがあると、あのずっとお誘いいただいてたんですけど、結局あのお仕事行けなくてですね、あのそこではやっぱ戦場カメラマンであの私行きたいなって思ってたんですけれども、まあ、そういうような服を着ていれば、そのある程度雰囲気壊さなければ自由に撮ってくださいっておっしゃっていただいたので、逆に戦場カメラマンはこう、カメラマンっぽければいいみたいな、そうですね、でこうフィルムをこう、フィルムですよね、消しでこうあのなんて言うんでしょう、通信者のところまで、鳩とかこうね、鳩でこう爪のそれ面白いですね、鳩、そうですよね、あのという歴史再現系ののがありまして、いやなんで実はその話聞いたかって言いますと、あの陸軍のご飯の本とか海軍のご飯の本とか作ってると、あのいやサバゲーの夜のキャンプの時に、あのその軍の食べ物とか作れたらいいんだけどって、あその気持ちはわかるんですけど、英語ならともかくそれ以外はちょっと的なこと言ってたんですけど、実はですね、あのソ連軍の資料が発見、資料はいくらでもあるんですけど、和訳がなかったんですが、あのソ連軍のね、あの赤軍調理法っていう和訳が見つかって、あのすごいレアだと思うんで、それはちょっと出そうかなと思ってるんですけど、ちょっと私も気になるんで、ねえー、でも普通にボルシチとかですよ全然普通やっぱりボルシチ、単なるね、あのロシア料理、だってなんていうの、軍隊の飯なのに、いきなり1の皿とか2の皿とかあるわけですよ。そんな日本軍一汁一菜みたいな一日一膳みたいな、そういう感じじゃなくて、やっぱりあっちは優雅なんだなというのは多少ちょっと思いましたね、戦車の中でボルシチ作るみたいなのとかあったみたいですね、後ろの席でみたいな、だからねこのボルシチとか、ビーフなんとかとか見た時、ここに来てもそういうもん食うのかよ的な気持ちはありましたけど、でもまあ、夜はだからキャンプしたりね、楽しくそうですね、こう大人のなんて言うんでしょう、ごっこ遊びの合宿のキャンプのみたいな、なんか楽しいところ、アウトドアの遊びですね、そうですね、日本軍のそのご飯とかもそこの、なんですかね、関西ヒストリカルの方再現されてて、ビクトリー賞とかにも出られてたんですけれども、やっぱりその日本軍が持ってたおにぎりを再現ってすごい大きいんですよね、昔のおにぎり、そうですね、2合なんで2合で3つに割るから、ですよね、こんなでね、あの置いとくと自重で割れちゃうんですよ、パッと割れちゃうんですよ、パカッと勝手に割れちゃったりね、それはねあります、なんか粉味噌とか持ってって、粉味噌のまずさときたらっていう、まずいんですかあれ、ですね、あのこの話させると長いんですけど、すごく身縮めて言うと、あの旧日本軍ってあの食べ物系を実はすごい研究してて、あの補給を決して軽視していたわけではないんです、で、あの
東大の農芸学あの農芸科学科とか出たような人を技師で招いて、うん、こう、こんな味噌の研究とかあのお酒を作る研究とか、いろんな研究してるんですけど、粉味噌、なぜね粉味噌ってものがあるかっていうと、保存の問題もあるんですけど、重いんですよね。あー、なるほど。水分飛ばした方が軽いからですね。軽いじゃないですか。なるほど。醤油もね重いんですよね。でね、でも粉味噌、粉醤油、いろんなねこういわゆるフリーズドライ系のものを作ったんですけど、粉味噌はねまずかったってみんなが口揃えて書いてあるんですよね。今ほらね、フリーズドライの味噌汁なんて結構美味しかったりするんですよね。美味しいですよね。ネギとか普通のネギっぽくなりますもんね。で、こう結構美味しいのですが、当時はねなんていうのいやすごいまずかったという話は知ってます。だから、ただねこうマニュアル通りに作れば陸軍のご飯もすごい美味しいので、なのでいや、あの資料を読みつつふむふむみたいな、あれですね、飛鳥さんの出されている本 の、 その陸軍飯、海軍飯なんか自分家であの作ると美味しい、ね、全然美味しかったです。ただあの本出した後新資料が見つかってすごい悔しい思いして、全部作り直しだわみたいな、まあ、新しい資料が見つかるのはこうそういうなんか調べて書く系の本にはしょうがないんですけど、でもまあ、夜はね話戻しますとキャンプしたり、はい、あの日本軍のね、あれやったりね、ちゃんとテント張ったりとか天幕張ったり、楽しそうですよね。あ、そうですよね、これがアメリカになるとものすごい規模が大きくなるみたいでですね、はい、あっちのエアソフトはすごいらしいですよ。ヘリとか貸し出しでこう飛ばしたりとかするらしい、はい、あの軍事用みたいなトラック、ハマーみたいなのがガーって出したりして、はい、向こうの人はこう、何やるにも結構本気ですよね。そうですね、全力投球ですよね、あのちょっと話は違うんですけど、あのエアショーってあるじゃないですか、あのなんて言うんでしょう、空軍の飛行機を飛ばす的なエアショーはいろんなのありますけど、あのこの間フランスのエアショーの話になって、で、フランスのエアショーでなんて言うんでしょう、昔の例えば日本で言えばゼロ戦とか、向こうで言えばメッサーシュミットとか、なんでしょう、イギリスのハリケーンとかそういう有名な戦闘機を個人で所有してて、それをレストアして、だからイタリア軍の飛行機、日本、イタリア軍の飛行機、ドイツ軍の飛行機、なんだアメリカの飛行機で、イギリスの飛行機とかを一緒に飛ばして、わーすごい図だってみんな写真バシャバシャ撮るらしいんですけど、ヘルキャットだのメッサーシュミットだのなんだろうっていう、一緒に飛ぶみたいなそれで絵的には珍しいって、で今まで来た一番珍しい飛行機は何ですかって現地の人に聞いたら、コンコルドが来たことがあるって、ノッパーみたいなとこなんですよ、飛行場とかじゃなくて単にこう趣味の集いが大規模なものなんですけど、さすがに着陸はしなかったらしいんですけど、コンコルドがわーっと来て、なんとかとなんとかっていう飛行機従えてわーっと来て、こう低空飛行して去っていったっていうから、かっこいいですね。どこまでねフランス人ならね、アメリカ人っていうのはこうなんていうの、ちょっとタガが外れてるっていうかね、まあ、日本はちょっと狭いっていうところもありますからね、なかなか、ね、でも狭いっていう以前にこう、趣味にかけるバカバカしさの熱量が全然違う気がする。いやー、でもね、でもですね、ここはあの、はい、どっちが先かは私わからないんですけれども、広いお家に広い庭があったら何か置こうってなるかもしれないんですけれども、今一家に一台、その都内ですとね、一家に一台車があるだけでも車庫どうしようとか、二台なんてもってのほかですみたいな、そういうとこもあるんで、やっぱり広い敷地は大事なんだなーなんてちょっと最近思うんですよね。敷地確かに広いと、だってアメリカとかじゃないですか、あのなんていうのアメリカとかだと、あのスターウォーズのファンが X ファイターの1分の1の模型を庭に置くとか、別に珍しくないんで、そんなでかいものどこに置くって、まあ、全然話違うんですけど、でも今ちょっとネットで話題になってるのが、お部屋にこう、
ホンダの NSX っていうスポーツカー有名なのあるんですけど、うんうんうん、それを鑑賞用として部屋に置いといて、部屋ですか、部屋の中に、はあ、置いといて、事情があってこれ売ることになったので、うんうん、あのオークションに出しますって言って3000万でオークション出してる人がいて失礼しました、すごいちょっと笑いましたよ。部屋の中いっぱいに車があるの部屋ですか、なんかね永久保存者にする予定だったんですって、うん、いやっていう、なんか日本人もいろんな水郷な人がいるな、嬉しいなっていう、そういう感じですけど、でまあ、サバゲはそのように大丈夫ですか。ちょっとですね、花粉がですね、私咳に来るタイプなんです、はい、はい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 、ちょっと失礼してもよろしいですか、はいはい、すぐ戻ります、はい、噛んだいや最近よくセリフは噛みますよ、年取ると、まあ、そういうわけで、ちょっとね、あの逸也さんが席をなさりに行かれましたので、私一人でお話しさせていただきますとですね、あのこのように、まだ私もやったことないんですけども、非常にサバゲというものはなんか面白いものであるなというのはよくわかります。特にほら、男に教えてもらうのも、まあ男性に教えてもらうのもなかなか楽しいですけども、女性だけでキャッキャウフフとやるのはまた別のね、楽しさがねあると思うんですよ。なんか新しい女子会みたいな、あ、いいですね女子会、しかも痩せる痩せる結構動きますよね。動かないときは相当動かないで、こう潜んでたらあれ終わっちゃったみたいなときもあれば、もう走り回って追っかけてっていうときもあるんで、あと、まあ、それなりに軽いものはあるんですけど、まあ、物持って走るって結構、そうですね、来るんで、サバゲダイエットとか結構私どうでしょうって思うんですけど、ね、サバゲダイエットはいいと思いますけども、私ですねゲーム前にヘルシア飲むんですよサバゲダイエット、はい、サバゲダイエット、だってビリーズブートキャンプがあれだけね、そうですね、ビクトリーってやつですよね。でもビリーズブートキャンプをやって、うん、あの次の日にこうなんて言うんでしょう、次の日とか次の次の日に大変な筋肉痛的なあの、うん、こうビリー隊長をちょっとあれはそのダイエットというよりは何ですかね、入隊するっていう感じが良かったんですよね。ですよね、多分もともと体力がある人が仕上げにあれをやるのであって、うん、普段運動してない方があれフルでやったらちょっと厳しいんじゃないかなと。すごい売れましたよね、だからあれみんな買っただけでもう大体入隊したら1日2日で状態的な状態もう1日退院みたいな感じですね。そうそうそう、もう3日坊主ですらないみたいな地震ですか、違うか、大丈夫、あ、ちょっとなんかエキサイトしすぎて超こういう風に、ね、でもいっぺんこうユーストリーム中にこう下に入ってください的なのにちょっと一回やってみたいなと思いますけどね。いやいや、私は怖いですね、なんかいろいろ、まあ、ああいうのとか証明ないんでここは、まあ、あるとしたらこういう感じですね、そういうわけで結構なかなか楽しそうなんですけども、じゃあそろそろまとめに入る雰囲気にしたいんですけども、はい、あの逸也さん的にはこうサバゲの醍醐味っていうのはどの辺にあるかと思われますか。サバゲの醍醐味はですね、あの自由度の高さだと思いますね、はい、さっきねお伺いしたらいろいろ楽しみ方があると、あのある程度やっぱりマナーは絶対守んなきゃいけないし、ルールマナーは絶対守った上でやるから、大体ねこうねマナー守んないな男って決まっててね、そうですかね、女はね割とねこういきなり車撃ったりしますよ、少なくともまあ車撃ったりするような方はもうちょっといろいろなんか考えていただきたい、エアガンを手にする資格は私はないと思うんですが、まあそうですね、ある程度のそのルールモラルっていうそのマナーがあった上でやるゲームなので、うんうん、まずはそういうものがあるっていうことを先に勉強したしていただいた後は、その自分たちでもう好きに、うん、なんだろう、ああいうゲームやろうよ、じゃあ今日はセーラームーンごっこ、今日はドラゴンボールごっこみたいな感じで、もう着るものも自分で何でも選べますし、
うん、それで楽しみとしてはその何ですかね、勝つことが楽しい方もいれば、うん、いかに自分が華々しく散るかっていうのが楽しいっていう方もいらっしゃいますし、いろんな人もいるんだな。そうですね、なんか旧日本軍の感じの格好で、うん、みんなでバーって走ってっちゃって、うん、わーなんて言っちゃう方もいれば、万々歳アタック的なね、なんか今のなんか、うん、なんとこ良かったなみたいな感じで話されてたりとかですね、うん、あとはそうですね、コスプレ的にもちろん楽しかったりもしますし、うん、写真撮りっこしたりします。そうですね、写真撮りっこしても楽しいですし ね、うん、ねあとはそうですね、野鏡の出る俺を撮ってくれみたいな。そうそうそう、野鏡がこううまくピンって跳ねた時にこうパシッて撮るとか、野球の写真を撮る時っていうのは、うんうん、ボールが写ってることが絶対条件なんですって。だから、あ、長嶋が打ったら打ったこの辺にボールがあるのが最高なんですけど、野球の写真が野球を写ってることが条件みたいな。あれですよね、富士の総火炎、自衛隊の総火炎とかで、その90式戦車が撃つとか、うん、74が撃つっていう時に、うん、はしゃーっていう時にこう報道席のシャッターの音たるや、うん、もうガシャガシャガシャってみんな連射して、うん、あのマズルフラッシュを撮るっていう、うんうんうん、まあ、要はサバゲでもそんな感じ、火は絶対マジ、ここのマズルから出るバッっていうの、うんうん、あれ、うん、私今まで何回か総会に行ってて、うん、手動でこう合わせて撮るっていうのが目標なんですが、うん、毎回撮れないですね、あれは。あ、まあ、ちょっとずれちゃったんですけれども、はいはいはい、まあ、そういう写真撮りっこもすごい楽しいですし、うんうん、あとはこういう粘土ガンを自分でチューニングして楽しむ、あと塗装したりとか、うんうん、外装のパーツを変えたりこういうのも変えたりっていうプラモ的楽しみ方、うんうん、上についてるのはスコープってことですよね。これはスコープっていうのはその倍率を変えるもので、これは倍率は変わんないんですよ、うんうん、その赤い点が出るものですね、見えるかな、ですね、あ、ちょっとこれ覗いていただくとですね、真ん中に赤い点があると思うんですよ。あ、ありますね、はい、これを狙うとその当たるようになってるんですけど、別にその倍率が変わってるわけではないんですよね。ちょっと脇締めたりしなきゃいけないですか。いや、なんかムラムラと欲しくなるおもちゃですね。これ面白いですね。これ女性でこんなだったら男はもっと欲しいと思いますよ。まあ、銃嫌いの男ってのはかなり少ないんじゃないかな。そうですね、女性は女性でもやっぱりその強いものに憧れるっていうのもなんかあるじゃないですか。そうですね、こうなんていうのかな、バイク乗ったりする女性なんか好きそうですよね。ああ、そうですね、メカ女子みたいなね、でもまあいろんな楽しみが本当にあると思うんですね、うん、そのなんですかね、公式ルールみたいなのはない代わりに自分たちで今いろんなゲームを作って、うん、マナー守って楽しんでるっていうところが今一番楽しいところなんじゃなかろうかと、はい、ただ私もその一ゲーマーで一オタクなので、はい、まあ、楽しみながらいろいろ模索しているっていう感じですね、はいはいはい、なるほど。じゃあ次回の女子サバゲ部の、はい、この予定とかっていうのはどうなんですか。未定です。前回は3月11日そうですね、そうそう、この第2回の女子サバゲ部が3月11日にやりまして、この間ですね、はい、ね、で場所はどこで、サバイバルゲームフィールドビジョンっていう千葉の木更津にあるところなんですが、はい、そこでやりまして、はい、でうちの事務所からちょっといろいろ出品させていただいたものを販売させていただいて、その売り上げを東北に寄付するというチャリティーと、チャリティーサバゲ、はい、あと震災があった時間にそのちょっと北へ向けて黙祷を捧げたりと、はい、そういうイベントをして、まあ、その女子サバゲから日本をちょっと元気にできればなと、はいはい、思った次第でこの日に開催させていただいたんですけれども、うん、第1回はですね、うん、何年だっけな、2010年の8月だったと思うんですよね。いや、私もお誘いを受けたのでお知り合いになってからですから、どうなんだろう、どんぐらい、多分これにお誘いさせていただいたんだと思います。この前がね、あったはずですよ。前には私お話聞いた覚えありますもん、だからまあまあまあ全然通じないんですけど、11年
ですか。11年かな、まあ、ちょっとあの女子サバゲ部のですね、うん、コミュニティ、ミクシーのコミュニティがありまして、はいはいはい、あのサバゲやる女の子集合っていうコミがありまして、そこに多分書いてあると思うんで、うん、ちょっとごめんなさい私も把握してなくてですね、はいはい、いやいや全然そこに行けばあの見られると思いますんで、なかなかこうね、まあ、あの年にね4回開催とかいうのはまだ難しい感じなんでしょうかね。そうですね、あの遠方からも結構いらっしゃってるので。あ、分かります。岡山とか今回はあの仙台とか、すごいな、名古屋ですよね、はいはい、あと名古屋とか。サバゲは一人でできないですからね。そうですね、的打ちぐらいしかできないですよね、一人でやるなんて、うんうん、私も昨日ちょっと一人で的打って遊んでたんですけど、なんかやっぱりみんなでやった方が楽しいかななんて思いますね、うんうんうん、まあなんて言うんでしょう、集団の、ね、遊び。だって一人で鬼ごっこするようなもんじゃないですか。そうですね、バーチャルエネミーと戦う、バーチャル妄想になっちゃいますからね。時々にあの YouTube とかでね、あのバーチャルエネミー戦ってる子供みたいな、うん、あのそういう動画はありますけども、まあ、はい、大勢でやるのが楽しい的な、はい、そういう感じでございますね、はい、で次がまあ未定、まあやるとしたらいつぐらいになるんでしょうね。そんな未定なものを聞いてもしょうがないですが、結構今年中にやる計画とかありますか。ちょっとないですね。毎回ちょっと大掛かり なんですかね、いっぱい協賛の企業も応援してくださってって、その上での開催なので、うんうんうん、そんなに頻繁はできないんですけれども、うんうん、まあ、コミュニティとかでその皆さん交流していただいて、でまあ、女子会とかその前にやろっかみたいな時もありましたんで、何ですかね、ゲームはしないんですがミリタリーのことちょっとしゃべりに、ちょっとシューティングバーでパーティーしましょうみたいな。シューティングバー、シューティングバーあるんですか。あるんですよ。知らない知らない。ちょっと今度一緒行きましょうよ。あのシューティングバーっていうのは、はい、こう BB 弾打って弾当てができるみたいな、はいはい、ちょっとカウンター席でカランとやりながらちょっと一発打ちましょうかみたいな感じで、あちらの方にカップル差し上げてきてそう、なんですかね、カウンターをお酒がシューと流れて、あちらのお客様からですみたいなねそんなのはないんです。ないですか。ないのね。まあ、シューティングレンジ、エアガンが打てるレンジがついてるバーみたいなところ。都内ですか。都内いっぱいありますよ。あら、実は知らない。実はいっぱいあるんですよ。それはちょっと聞き捨てならない話ですね。じゃあ人気あるジャンルなんですね。そうですね、でもまだ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 ダーツとかと比べると全然下火だと思うんで。私ダーツなんか、あ、すごいダーツ好きな方には申し訳ないんですけど全然興味わからなくてだって矢を投げるだけですよ。難しいですよね。それ以前にダーツといえば思い出すのが、うちのいとこの家の壁にダーツのこれがあって、はい、でその額のかかったのダーツの的ね、かかってる周りも穴だらけっていう思いしかないからさちょっと的よりも大きめにね、こうなんか防護していただくというか、しないとねっていう、ダーツってすごい流行ったけどダーツならビリヤードの方がっていう。でも、まあ、で本当はこっちの方が、うん、以前新宿の方で空気銃の打てる新宿射撃場ってあったんですけど、歌舞伎町に、うんうんうん、それなくなってからね、ちょっと打てるところがなくて、実はいっぱいあるんですよ。今度母にも連れて行けと言われているんですがお母さんも面白いよ。お母様ですねうち多分一家でちょっと好きなん、父親もそういうのが好きらしく。いや家系ですね。なんですかね、うん、東京マルイは昔中3は会社だったんだけどなみたいな今はこんなの作ってるのかみたいな、はい、とか、あとそうですね、昔の元史読んでたみたいで、まあ、そういう父と娘の会話がちらほら。じゃあもう家系ですね。家系ですかね。きっとお父様もお母様も、うん、そういうご家系 で、でもね結構ね好みって結構家系、はい、遺伝すると思うんですよね。うちの娘もすごいオタですもん。なんかオタクの娘はオタクみたいになっちゃいますね。そうそうそう、やっぱりね環境って大事だと思うんですよ。音楽家の息子は大体音楽家になるじゃないですか、うん、あそうかな、うん、結構なんて言うんでしょう、継ぐ人とかはやっぱり多いしっていう、じゃあ面白いですね、ぜひぜひ次回ね次回ぜひ次回こそは行きたいと
思っておるわけでございますけれども、だから これをご覧のね女性とか、まあ、男性でもいいですけども、あの初心者の方とかサバキンちょっと入りたいやってみたいななんていう人はやるとね、遊びとしてはかなりこう大人の、ね、大人の、はい、遊びという、ね、ルールを巻き割いて大人の遊びということでなかなか楽しいと思いますので、はい、ぜひご参加くださいませ。ぜひぜひ、はい、なんか次回はぜひね私もちょっと参加してみたい。あの女性のところで息上がっちゃう人とかいませんか、ぜーはーみたいな。ぜーはーしてもなんかあのずっと突撃してるわけじゃないですもんね。うん、でもですねなんか女性の方が結構すぐ前の方に行っちゃうんですよね。私も疲れたから次は後ろの方で頑張るわなんて言いながら、うん、あれなんか一番前で頑張ってるぞみたいな、なんか一番突撃みたいなで女性の方が結構多いかもですね。熱くなっちゃうんですよね。あーなるほど、はい、なるほど、ね、サバゲじゃないですけど、あのその射撃の方はね、男女いろんな人連れてきましたけど、うんうんうん、行こうよって言って女の方が射撃はうまい。あやっぱそのあるみたいですね。女性の方がその脳的に向いてるらしいですよね、うん、あのね私が見て思ったのは、うんうん、男性は打つこと自体が楽しいからパカパカ引き金引いちゃうんですよ、うん、女性は当てたいからじっくり待って打つんでどう考えてもねあの、うんうん、成績では女性の方が上です。だから自衛隊とかのオリンピック選手も女ばっかりですもんね。射撃のやっぱりね男性は引きたいんですよ、撃ちたいだからその辺がこうあんまりねこうなんて言うんでしょう、慌てて打つと当たらないじゃないですか、うんうんうん、特に的当て物は、うんうんうん、というふうに、まあ、落ち着いて打つっていうことですね。というわけで、女子サバゲー部でございました。あの、はい、いつやさん自身のなんか告知とかないんですか。そうですね、私自身の告知がですねなんかイベントあるとか、イベントあとりあえず、しあさって、はい、25日ですかね、はい、まあ、あのビクトリー賞という、あすかさんは、私は出ます、出ます、あすかさんと私でちょっとビクトリー賞で、はい、あの売り子して、はい、予定です。店は違いますので、どこの店ですか。サットマガジン、サットマガジンで出てますね。あの入り口入ってすぐ左向いていただければ私いると思いますね、はい、その並びにアスカさんおそらくいらっしゃるんですね。いや、それはですね、あそこはね、並べると非常に助かるんですが、今回はあそこでなく奥の方に、あ違うんですか、残念、ね、取るという感じ、取られてしまった的な評論出版のブースで、出版評論ですね、まあ名前は出版評論ですけども、出版評論、名前をなんか変えてもいいかなと、まあ思ったりもしなくもないですけど、まあ奥の方でブース構えておりますので、まあ、ビクトリー賞にお越しの方はね、ぜひお立ち寄りください。でね、こうビクトリー賞ってこうなんていうんですかね、すごい楽しいので、いわゆるミリタリー軍装とか興味のない人でも行くとね、うんうん、こうちょっと普通に着ても素敵な服とか売ってたり、そうそうそう、靴とかあったり、バックパックなんかねすごい機能的で ね、そうそうそう、銃入れるバッグなんてポッケがいっぱいあってね、そう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 、いくらでも入るみたいなとか ね、カバンマニアの人はかなりおすすめですよ。あと T シャツも素敵なのあったりね、うんうんうん、あとはその災害の時に備えるようなものとかですね、いざという時に使えるもの、そうですね、アメリカ軍の三角巾とかね、そうですね、こう吊っておけるようななんかこうなんて言うんでしょう、軍服みたいな色の、ね、やつとか、なんて言うんでしょう、あとレーションとかね、アメリカ軍の、ね、そうですね、 MRE って言うんですか、とか売ってたり、いろいろね、本当知らない世界ですごい楽しいので、で高いんじゃないのともあるかもしれませんけど、500円ぐらいのものからあるんで、うんうん、ぜひ行かれるとよろしいかと思います。今週の日曜日にですね、はい、浜松町の土産坊と東京都産業貿易センターかなっていうところでありますので、ぜひ足をお運びくださいませ。他はないんでしょうか。ぜひぜひ。そうですね、他は今のところはないですが、はい、逐次私のブログにて告知させていただきますんで、はい、一夜さんのブログって めちゃめちゃこう更新頻度高いですよ1日 5、6 回更新してますか。あれ1日自分で3件更新して、夜中にその21時にそのスタッフのものが私の写真をちょっと紹介しているんですが、うん、
そうですね、1日、まあ、私の記事で3回、はい、あとそうですね、私の記事でもちょっと紹介させていただいたんですけど、最近ちょっとテレビで女子サバゲ部を取材してくださる方が多くて、うんうん、まあ、その女サバみたいな、女サバって私読んでます、女サバ、はい、っていう方からあの今回も取材していただいたので、その情報はまたあのブログで告知できるかと思いますんで、はい、あのでぜひテレビを、いつやで、ググれば出てきますよ ね、 トップね、多分出ると思いますね、いつやとかミリドルとか、はい、ミリドル、その辺ですね。いやいや、いつも豆だなと思ったりね、いえいえいえ、もうすごい感謝、私も頑張らねばみたいな、打分を書き去られていますが、付き合っていただいている方には本当にもうありがとうございます、ね、あとなんて言うんでしょう、そのさっき言ったね、女子プラモブも時間見てまた次回4月あたりにねやりたいなって、もういやこの間女子プラモブってやったらもうみんなちょびっと適当な、あんまり本気じゃないだろうと思ったらみんなすんごいもうまりまり本気でびっくりみたいな、次は私もみたいな、この自慢のプラも倉庫からみたいな、そういう気でおりますので、ぜひちょっとこちらのね女子プラモーブもお楽しみなさってください。というわけで、5分ぐらい休憩をいただきまして、次にですね、ドラゴン山崎さんとね、自動車雑誌の未来についてちょっと語りたいと思います。今日は本当にいつやさんお忙しいところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ブログの方もですね、皆さんいつやで、ググっていただき、いつやってこう、なんて、いつやひらがな、乙女の音に夜でいつやですね。そうですね、パソコンだと変換できると思うんで、うん、いつやで、できました、はい、いつやで変換すると乙女の音にこう夜で、ググっていただくとトップに出てくると思いますので、はい、ミリタリーアイドルの、いつやさんでした、はい、それでは5分ほど休憩いただきます。ありがとうございました。5分ほどそのままチャンネルはそのままでお待ちください。